Y の悲劇は1932年に発表されたアメリカ合衆国の推理作家エラリー・クイーンの長編推理小説ドルリー・レーンを探偵役とする悲劇4部作のうち前作 X の悲劇に続く第2部本作を含む4作品はバーナビー・ロス名義で発表された1978年にフジテレビが同名タイトルでドラマ化した ニューヨークの富豪、ヨークハッターが生産を服用して自殺した。しかし、それはその後の殺人劇の前奏曲に過ぎなかった。家族みなが、変人鬼人で有名なハッター家で、盲目でローアの長女ルイーザが飲む、はずのエックノックに何者かにより、ストリキニーネが混入され、それを、長男、コンラットの13歳の息子ジャッキーが飲んで、死にかけるという毒殺未遂事件が起こった。 さらに、ハッターへの独裁者であるエミリー・ローフ人がマンドリンで殴られて殺された。エミリーと同じ部屋で寝ていたルイーザは犯人の顔に触れており、その顔の持ち主はスベスベした柔らかい方と甘いバニラのような匂いをしていたという。事件解決に乗り出した元舞台俳優の名探偵、ドルリー・レーンはやがてよくハッターが書いていた探偵小説のあらすじを見つける。 そこには、妻や子供たちから迫害されていた、ヨーク自身が犯人となって、復讐のために妻を殺害する方法が書き留められていた。これにより、一連の事件は、ヨークハッターに代わる何者かによって、このあらすじに沿って行われていたことが判明する。1978年7月15日から同年8月19日まで、フジテレビ系列のゴールデンドラマシリーズ枠で放送。 全6回。役名後のうちは、原作で相当する人物。ありがとうございます。